オハイオ級原子力潜水艦。オハイオ級原子力潜水艦。オハイオ級原子力潜水艦。オハイオクラスサブマリンは、アメリカ海軍が現在保有する唯一の戦略ミサイル原子力潜水艦、以下 SSBN と表記である。西側諸国で最大の排水量を誇る潜水艦であり、また全長と弾道ミサイル搭載数は、現役の潜水艦で最大である。 1970年代アメリカが保有していた戦略ミサイル原戦は1950年代から60年代に開発されたものばかりで当時開発される原戦はもっぱら攻撃型原戦であった新規戦略ミサイル原戦の開発も計画されていたがその巨額の開発予算から議会も開発許可を出し渋っていたそれに対してソ連はアメリカに対する遅れを 取り戻そうと、新たにデルタ型を開発し、車約 8000km の SSN-8 や、車定約 6500km の SSN-18 などを、次々と開発していった。これを受けて、ついに議会が新規 SSBN の開発許可に踏み切り、おハイオ級の開発が始まった。しかし開発が進められることになったもののなかなか、順調には進まず、 開発当初一番艦は1979年には引き渡される予定であったが結局一番艦が収益したのは1981年末だった。オハイオ級はそれまで配備されていた35隻の県船をすべて代替するため24隻の建造を予定していたが、冷戦集結の影響により18隻とそれまでの半数程度の建造で打ち切られた。 しかし一隻あたりの弾道ミサイル搭載数は16機から24機と1.5倍になっているため、核弾頭の数から言えばそれほど減少していない。オハイオ級の主な兵装は、潜水艦発射弾道ミサイル24機と 533mm 魚雷発射艦4門である。改良型については口実。収益当初、 弾道ミサイルは1番艦から8番艦までが射程4000回り以上のトライデント I を8番艦以降が射程6000回り以上のトライデント E を装備していたトライデント D5 は C4 に比べ射程が伸びた代わりにサイズも一回り大きくなっているがオハイオ級は当初から余裕を持たせた構造としていたため外見上は C4 搭載艦と D5 搭載艦に差はない 4番艦から8番艦は、弾道ミサイルを C4 から D5 に換装中である。オハイオ級が装備するトライデントは一気に、月格弾頭を C4 は8発、D5 は14発まで搭載可能だが、スタート I により最大8発、モスクワ条約により最大4、または5発に制限されている。つまりトライデントを24機装備する、オハイオ級は一石で、 計120発程度の核弾頭を装備することになる。核弾頭一発あたりの核出力は数種類あるが、いずれも100キロトン475キロトン。長崎市に落とされたファトマンは20キロトン程度ととし、一つを破壊するには十分な威力を備えている。なお、2011年に発行した新戦略兵器削減条約、新スタートでは、 戦略核弾頭の配備数は1550発。戦略核兵器の運搬手段、ICBM、SSBM、戦略爆撃機は、保有数800機、機、配備数700機、機に制限されることになっており、トライデント1機に搭載する、弾頭数あるいは1隻に搭載するトライデントの、機数が削減される可能性もある、オハイオ級1 4隻トライデント24機、隻で、 運搬手段336機、さらに核弾頭4発、元では核弾頭数が1344発となり、運搬手段として配備可能数の約半分、弾頭数としては9割近くとなってしまうため、オハイオ級の主任務は弾道ミサイルの発射で、敵潜水艦への攻撃は、ロサンゼルス級などの攻撃型原戦の任務であるが、 敵潜水艦に発見された場合の反撃手段として、MK48 魚雷も搭載する。しかしその性質上隠密性が求められるため、探査用のアクティブソナーは装備していない、航海用は装備している。そのためそれほど有効な攻撃はできないと考えられる。また、潜水艦は、魚雷発射艦から発射可能な対艦ミサイルや、巡航ミサイルを装備していることが多いが、 オハイオ級は魚雷のみを装備する。その他に、魚雷攻撃を受けた時のための音響を取りも発揮、装備されている。オハイオ級の任務は、海中に潜み、アメリカ合衆国に対して、核ミサイルが発射された場合、または発射される恐れがある場合に、相手国に、核ミサイルを発射することである。そのため、出港後、待機する海域まで航行した後はひたすら海中に、身を潜め、 いつでも核ミサイルの発射ができるように待機している。この1回の公開は、ラファイエット級までは60日程度であったが、オハイオ級は大型で居住性が若干改善されたため公開の期間も若干伸び、70日から90日程度になった。これら戦略ミサイル拳線がどの海域を待機海域にしているかは軍事機密であり、詳細は公表されていない。 任務に当たる艦ですら、詳細は艦長を含めた数人しか知ることはない。しかし、現在では搭載するミサイルの射程が ICBM 並みに長いことから危険を犯して敵国沿岸に行くようなことはなく、アメリカ本土に比較的近い太平洋や大西洋、北極海などで待機していると思われる。通常、アメリカの戦略ミサイル拳線は、 ブルーとゴールドの二組のクルーが用意されている。これは一言で言えば、艦より先に乗組員が限界になってしまうためである。おはよう級も例外ではなく、一つのグループが70日間の航海を終えて帰港すると、約1ヶ月ほど艦の整備などを行い、その後もう一つのグループが70日間の航海に出ていく。そして、 航海を終えた方のグループは、しわしの休暇の後訓練を行う、というローテーションを繰り返す。その他に、約10年に一度は1年間ほどかけて、オーバーホールと燃料棒の交換を行う必要がある。そのことから、実際か稼働率は60%程度であり、18席でローテーションを組んでいた時は常に10席前後は任務についていることになる。また14席では8席前後となる。 スタート E で核弾頭数が制限された関係から2001年にアメリカ海軍はオハイオ級の1番艦から4番艦までを戦略任務から外し巡航ミサイル潜水艦に改造することを決定した2007年現在弾道ミサイル発射等の乾燥工事など工事が完了したオハイオが作戦公開に出るほか残る3隻も改造に着手しているなお監は 戦略ミサイル県線を表す SSBN から巡航ミサイル県線を表す SSGN に変更された。具体的な内容としては24機の弾道ミサイル発射塔のうち22機をトマホーク発射塔に改め、残りの2機を海軍特殊部隊、シールズのためのロックアウトチェンバーに改造。トマホーク発射塔の一部も任務に応じて、トマホークの代わりに小型潜水艇や、 ドライデッキシェルターを搭載することも可能とされる。トマホークは1機あたり7発を装備、最大で計154発と大量のトマホークを搭載可能となっている。ちなみに、同国の攻撃型原船である、ロサンゼルス級でも10から20発程度、水上艦で一番搭載可能数が多い、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦でも最大で122発、これは、 発射機の総数であり、イージュス艦の任務は艦隊防空であるため通常は大半が対空ミサイルが搭載され、トマホークの本数はやはり10から20発程度であることが多いであり、オハイオ級の154発というのはアメリカ海軍が保有する艦船中でも一番搭載数が多く、陸上攻撃に大きな役割を果たすこととなる。オハイオ級については一番艦のオハイオ、 SSGN-726 など、初期に建造、収益した艦については、収益からすでに20から30年近くを迎える。アメリカ海軍では、このうち SSGN に改装された改良型、オハイオ級を除く SSBN について、これらを更新する後継艦を SSBNX として計画している。海軍における水上艦、潜水艦の開発を担当する。 ナベシーでは SSBNX について2029年に最初の戦略抑止パトロール任務に就くという計画、タイムラインの下で開発を進める予定である。一方で海洋システムコマンドでは同じ2029年に本級の7番艦であるアラスカ SSBN-732 を退役させる予定としており潜水艦発射弾道ミサイル SLBM による 核ミサイルの運用を行う、イクサ軍、ストラトコムが要求する12隻が作戦行動可能な体制を維持するためにも、SSBNX の開発計画を着実に進めていくことが求められている。海洋システムコマンドでは、より着実に更新計画を進めていくためのプランとして、2026年に海軍に納入、以後約1年間をかけて各種の試験を実施。 さらにもう1年をかけて、試運転、シェイクダウンと乗務員訓練、ミサイル発射要因についてのミサイル発射試験を含む、を実施した上で、2029年に計画通り、全面的作戦能力を付与するという層を立案している。しかし、近年の累積財政赤字の増大とそれに対応するべく、バラク・オバマ政権が実施している。 歳出見直し、予算削減の流れの中で SSBNX 計画も例外なく影響を受けている。2012年に発表された2013会計年度フィスカルイヤー2013、ファイ2013に向けた国防予算案の中では国防予算削減策の一環として SSBNX 計画を2年延期する案が盛り込まれている。この2年延期が実行されれば SSBNX 開発計画はそれだけ遅延することになり、場合によっては、オハイオ級の退役と SSBNX の収益の間に空白期間ができ、2030年代、特に前半のアメリカの海軍力及びそれに基づいた軍事的プレゼンスが低下するリスクが懸念されるが、国防総省ではそのリスクは、マネジメントできる、低減、克服できるものとている。 全館ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートで建造された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。